と打ち破った日には飲み歌おう。我らは戦う命の限り、やがてソブンガルテに呼ばれるまで。グレイメーンかバトルボーンか、それでもこの地は耳に石でも詰まってるのか、どっちが分かって聞いてるんだ。グレイメーンかバトルボーンか。仕事がいるなら薪を切る仕事はどうかしら。他に何か必要なら言ってね。止まってるけど何なの。戦いの激しさは最強の剣を鍛える日と同じ、ノルドの古いことわざよ。真のノルドは自分の価値を示す機会は決して逃さないものよ。案内して。鍵がかかってるのには理由があるのよ。パンとシチューにはもう飽きた。他の残りはもうたくさん。ガガだったらステーキや柔らかいラッキーはどれ。お母さんが一緒に働いてるんだ。果物や野菜を売るのよ。だいたいいつも楽しいけど大変な仕事よ。生きるのは大変よ。ああいう連中がナンパしてくるんだから。でも最悪なのはあの人の主人。今までもカジートと取引したことはある。あなたのご主人の件なら喜んで取引してくれ。この年寄りのところへおしゃべりの相手に来ておくれよ。ほら、一日一膳って言うだろ。中のキャラバンから仕事を引き受ける理由なんかない。最近のスカイリムの問題が何かわかるか。誰もが死に取り憑かれている。男の子、女の子、犬、猫、誰とも喧嘩したくない。バカなラーズ・バトルボーン、ほとんど毎日喧嘩するけど大した喧嘩にならないのに、やり返してこないんだもの。止まってるけど何なの。行くわよ。You are.
リック・ストームクロークが上級王を殺したらしい。しかも声で叫んでバラバラにしたとさ。王を何とも思っていないようなら私が相手になる。当ててやろうか。誰かにスイートロールを盗まれたかな。怠けるな。薬が必要なら、お前みたいな連中はいつもコソコソしている。お前と甘い言葉のことを聞いた。昔はお前みたいな冒険者だった。いかに矢を受けてしまって。うわあはあ、だが奴は竜人になったからな。卑怯な奴さ。あの卑しむべき事件のせいであそこにいたんだ。素晴らしいひとときだったぞ。蝶、チ、キツネ、切り取られた首、ああ、それとチーズ。チーズのためなら死んでもいい。プルック、さて、そっちがその気なら、おいとまさせてもらおうかな。ごきげんよう。聞こえたか？無礼な。旧友を10年や20年もてなすぐらいいいじゃないか。悪いな。今は魚フライを頬張ってて忙しい。とっても気難しくなるうまさだ。悪いな。今は魚フライを頬張ってて忙しいんだ。とっても気難しくなるうまさだ。悪いな。今は魚フライを頬張ってて忙しいんだ。とっても気難しくなるうまさだ。まだここよ。行くわよ。悪いな。今は魚フライを頬張ってて忙しいんだ。とっても気難しくなるうまさだ。